2022年5月29日に行われた F1 第7戦のモナコグランプリの決勝。レッドブルのセルジオ・ペレスは予選で得た3番グリッドからスタートし、雨絡みで波乱の展開となったレースを見事に制し、今シーズン初、そして自身の通算3勝を成し遂げました。その直後、レッドブルはペレスとの契約を2年更新し、2024年までのマックスのチームメイトになることを発表したのです。そのモナコまでの7戦の成績を見ると、ペレスは優勝1回、2位3回、4位2回を獲得しており、チームの期待通りの結果を残していたと言えるので、それが契約更新につながったと思います。しかし、直近の5レースを見ると、最高位はベルギーグランプリでの2位で、その他は4位から6位に沈んでしまっています。今回は、レッドブルとペレスの契約更新、そして気になる角田裕毅についての話です。モナコ以降の9戦で、ペレスは計3度の2位表彰台を獲得しており、2度のファステストを含み、計104ポイントを獲得しています。しかし、エースのマックスが9戦で7勝を挙げ、ペレスの2倍以上となる計210ポイントを獲得していることで、ヘルムート・マルコからチクチクと嫌味を言われるようになってきました。いくつかご紹介します。第12戦フランスグランプリでは、レース終盤の再スタート時にメルセデスのラッセルに抜かれてしまい、4位でフィニッシュしていましたが、ヘルムート・マルコはレース後、こう語っています。チェコが眠っていたのは非常に残念だ。多分、彼は昨夜、テキーラを飲みすぎたんだろう。そして、サマーブレイク前のハンガリーグランプリの予選 Q2 で、ペレスは満足なアタックができず、Q2 敗退を喫していましたが、その時もこう語っていました。すべてのプラクティスから、彼はすでに1秒遅れていたら、もう追いつくことはできないよ。だから、話し合う必要があるね。昨年はそれを克服できたから、今は同じような冷静さを取り戻さなければならない。このように、ヘルムート・マルコは、その時の気持ちを素直に表現し、それをマスコミの前でも語るのです。一喜一憂しているとも取れるこの発言は、悪い時はこうなりますが、結果が良い時には、これ以上ないほどドライバーを持ち上げるので、ドライバーとしては、ネガティブなイメージを持つことはないと思います。ペレス自身も契約を更新してもらうなど、結果に対し、正当な評価をもらっているので、自身がマシンに適応することに、全力で取り組んでいると思います。ペレスは、ヘルムート・マルコについて、こう語ります。うまくいかないレースをしたときは、彼はただ僕に話しかける。彼はいつも考えていることを正確に伝えてくるんだ。自分の考えていることをすぐに伝えてくれる人がいるのはいいことだと思う。彼らはすべての情報やデータを持っていて、ラップタイムの詳細も把握している。彼らは何かを隠すということはない。僕やメディアに対して気取ることもないし、それはいいことだ。レッドブルとしては、気持ちに正直なヘルムート・マルコがドライバーを批判しても、チーム代表のクリスチャン・ホーナーがドライバーを擁護するケースが多いように感じるので、チーム的にうまくバランスが取れていると感じます。レッドブルの今シーズン型マシーン RB18 は、シーズンが進むにつれ、他チームを完全に凌駕し、最強最速マシーンとなっています。しかし、ペレスにとっては、シーズンが進むにつれ、成績が物語る通り、扱いづらいマシンになっていると言えます。ヘルムート・マルコはそれでも、ペレスには、マックスとの差を縮めるべきと語りますが、マシンが自分好みではないと、それは至難の業と言えるのです。シーズン序盤、ペレスはサウジアラビアグランプリで、ポールポジションを獲得するなど、予選でマックスを上回ることもありましたが、シーズンが進むにつれ、予選、決勝ともに負け続けるようになっています。実はこれには、明らかな理由があったのです。先日、レッドブルのテクニカルディレクターの、ピエール・ワシェが、
こう語りました。今シーズンの序盤はマックスよりももう少しペレスの好みに合うようにバランスが取られていた。しかしその後のマシン開発によってそれがなくなったんだ。つまり成績が物語る通り、明らかにレッドブルのマシンはマックスが好む超オーバーステアのマシンになってきたと言えるのです。シーズン序盤、レッドブルは信頼性の問題を抱えていましたが、その改善に取り組むと同時によりマックスに優位性を持たせたと言えます。これはトップチームとしては当然のことで、エースのタイトル獲得に全力で取り組んでいるのです。つまりペレスは自分好みではないリアがピーキーな超オーバーステアのマシンを可能な限り乗りこなし、マックスに近づくことが求められるのです。アンダーステアが好みのドライバーに、これがいかに難しいということは歴代のレッドブルのセカンドドライバーが証明しています。かつてガスリーやアルボンが苦戦したのと同様に、今後はさらにペレスが苦労するかもしれません。今ではマックスは今シーズンの残りのレースも全て制するのではないかと思うほど、完全に別次元に突入しています。その中でペレスがフェラーリやメルセデスに遅れを取り続けるようになると、ヘルムート・マルコは心中穏やかではいられなくなるかもしれません。現在のレッドブルとアルファタオリの4人のドライバーを見ると、マックスと角田裕樹が同じマシンの特性を好むと言われています。現状のレッドブルのマシンを見ると、マックスに1位を取らせるマシンで、ペレスは4位あたりが限界なのかもしれません。例えて言うなら、レッドブルはシーズン序盤は2位と3位を獲得するようなどちらにも扱いやすいマシンでしたが、現状はマックスの乗りやすいマシンになったことで1位と4位を獲得するようなマシンになったと言えるでしょう。ではこのマシンに角田裕樹が乗ったらどうなるのでしょうか。またまたたらればで妄想なのですが、その場合1位と2位を狙える最強の布陣になる可能性を秘めていると感じます。角田裕樹に関しては現実的に来シーズンの契約もまだないと思われるので、まずはガスリーに近づき今シーズンの残りのレースに集中するだけですが、間違いなくレッドブルのヘルムート・マルコも様々なデータをもとに角田裕樹がオーバーステアを好んでいるのは分かっていると思います。そのためもし来シーズンの契約更新が発表されれば、私たち日本のファンにとって何か嬉しいことが起こる可能性もゼロとは言えないかもしれません。現在アルボンを含めたレッドブルの5人のドライバーで、レッドブルのマシンに乗ったことがないのは角田裕樹ただ一人です。現実的にレッドブルへの昇格どころではなく、ペレスの契約が2024年まであるので難しいとは思いますが、できることならレッドブルには一度角田裕樹を試してほしいと願います。もちろん角田裕樹にはさらなる成長実績が求められますが、何事もやってみなければわからないと思います。個人的には現状のドライバーラインナップよりもマックスと角田裕樹、ガスリーとペレスの方がより成績を残せるかもしれないと感じています。ペレスとマックスの差が2023年も一向に縮まらなければ何かが起きるかもしれませんね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。